はい、12月16日水曜日、44回目の20分走となっております。先ほど終わりましてね、パワーが276ワットで、 FTP パーセントが96.5%ということでございます。またしても SST 強度を上回ってしまいましたが、もはや普通に上回っていきますので、まあなんて言ったらいいんでしょうね、あえて低くする必要もないのかなという具合ですね。で、少しですね、試験的にケイデンスをね、今日上げてみたんですよ。93.3RPM ということでですね、私通常よりも 10RPM ぐらい高いですね。で、その証拠にですね、12月1日のデータがこちら。それがですね、280W でケイデンスが 183.3RPM なんですね。だからまあ 10W、 10ケイデンスぐらい高かったということなんです。で、体感としてはですね、まあ別に、パワーがね出てないので、そんなに、この12月1日のこともあんまり覚えてませんし、今日もですね、別にめちゃめちゃ楽だったのかとかね、めちゃめちゃしんどかったのかっていうと、別にどっちでもないっていうね、いつも通りこなしたということなんですけれども、数値上で見るとですね、少し面白い結果が残っていて、これ、ペダリング効率ですね、2つ並べてみました。左がですね、今日のパワー、効率がですね、左54.0、右が53.5に対してですね、12月1日の 280W、ケイデンスが83の時はですね、左60.3、右が58.4ということでですね、重いギアを踏んでいる方がペダリング効率はいいんですね。で、これが何を意味するのかっていうのは人それぞれだと思うんですけれども、私の場合で、この1個のデータだけ今見比べてますけれども、私、過去のデータとかもいろいろ見てきての、私の場合ですね、ハイケイデンスで回すと、別にまあ楽なんだけれど、やっぱロスが多くなるんですよね。で、このロスが多くなるのを体感しているかっていうと、してないですね。わからない。わからないんだけれど、上りとか、まあ平坦でもそうですね。で、重いギアを踏む癖がついているというか、意識的に重いギアにするようにしていると。で、なぜかというと、こういう結果が出てるからですね、ケイデンスを低くする方がペダリング効率が高くなるという、私はそういう傾向があると。だからまあ少しでも楽な方がいいですよね。同じパワー出すんだったら少しでも効率がいい方がいいので、重たいギアを踏むと。で、これには賛否両論いろいろあると思うんですけれども、私はこうしていると。ね、そんなの違うよ、バカじゃないのというね、方もね、コメントいただければね、まあ、見て見ぬふりしとけますけれども、はい、いただければいいのかなと思っております。今日はそんな感じですね。はい、じゃあ、作家のね、キリノピーさんからお題来てると思いますので、そちら見ていきましょう。サイクリスト観察チャンネル。来てますね。はい。ロードバイク業界にもいる丸々柱様、どんな柱？これね、申し訳ない、多分「鬼滅の刃」だと思うんですけれども、ごめんなさい、ちょっとね、見てないんですよ。見てないので全くわからないんですけれど、これ、ね、逃げませんから、わからないなりに、やります。 何それ、どういうものかもわからないんですけどもね、丸々柱様、どんな柱、ちょっとわかりませんけれども、やっていきましょう。知らないっていうのは申し訳ないですね。ロードバイク業界にもいる丸々柱様って、これね、読み方が合ってるかどうか分かりませんけれども、間違ってたらすいませんね。ロードバイク業界にもいる丸々柱様、どんな柱？ヴェルディ柱谷様。知りませんけどもね。はい。まあ、こんな感じでございました。じゃあ、また。そう、チャンネル登録者数がですね、800人を超えまして、私、まずは1000人、まずは1000人のね、リトル式部を囲いたいなと思っておりまして、で、それがですね、現実味帯びてまいりました。現在ね、180、違う違う、830、多少ね、前後すると思うんですけれども、833人と
3名のね、リトル式部がおられるということは非常にありがたいことなんですけれども、あとね167名、あと167名のリトル式部の方がね、増えていただければ念願の1000人達成できますのでね、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。ではまた明日お会いしましょう。じゃあね。